ジェイ・ウィリアムスは、アメリカ合衆国出身の元バスケットボール選手。NBA のシカゴブルズに所属していた。主なポジションは、ポイントガード。高校卒業後は、バスケットボールの名門デューク大学へ入学。2001年シーズンには、カルロス・ブーザー、シェーン・バティエ、マイク・ダンリー・ビー・ジュニア、クリス・デュー・ホンラと共に NCWA トーナメントを、制覇。 在学中には、ネイ・スミス賞をはじめ、数々の賞を受賞する。2002年の NBA ドラフトにおいて、ヨーアキラに続き、シカゴブルズより、全体に一指名を受けて、NBA 入りした。当時、ジェイソン・ウィリアムスという同姓同名選手が、リーグに二人いたことから、混同を避けるため、登録名を、ジェイ・ウィリアムス、とした。しかし一年目は、平均9.5得点。 4.7アシスト、2.6リバウンドと期待外れの成績に終わり、そのオフシーズンにバイク事故で大怪我を負い、結果ブルズに契約を解除された。その後は解説者などの仕事で活躍しつつ、復帰を目指していた。2006年10月ニュージャージーネッツと契約するも1ヶ月経たずに解雇。直後に D リーグのオースティントロスとの契約に、 サインするが怪我のため解雇された。ウィリアムスは、その後、バスケットボールのキャリアを再開する計画はないと発表した。主に ESPN の大学バスケットボールのアナリストとして活躍。NBA.com。ありがとうございます。